すぐに車を出してください。そんなに緊張なさらずに、すぐにお返しいたしますよ。彼から受け継いだものを渡していただきたいのです。彼は恐ろしい災厄を起こそうとしている。あなたが私に協力してくだされば、それを止めることができます。私には信じられません。いいでしょう。あなたに見てもらいたいものがあります。彼の本当の姿を知っていただくためにも。お嬢様、そろそろお夕食ですが。あのジジイ、チコをどこへ連れてくつもりだ。どっちへ行きやがった？バイクがなきゃチコを追いかけられねえ。化け物め。見つけた。やはり強化筋肉か。副作用のない美しい体だった。感情すら完全に制御されている。おい、あいつは何なんだ。車のジジイを知ってんのか。俺の知り合いの女の子が連れて行かれちまったんだ。三鴨千鶴子、二十面相の娘ね。あ、チコのこと。あんた一体何者だ。
水の音。東京の地下にはこうした大戦の置き土産とも言うべき地下水路が張り巡らされています。私の研究には水が必要でしてね。千鶴子さん、水には液体、気体、固体の他に4つ目の姿が存在することをご存知ですか？まだ知られていない4つ目の姿があったとしたら、おじさんと同じこと。私たちはそれを水の第4形態と呼んでいます。水の第4形態に二重面相が関わっていたという話を聞きました。水の第4形態とは、水を高温高圧状態にすることにより生まれる膨大なエネルギーの塊です。奇跡とも思えるその時の姿、水は光に変わるのです。光、水を光に繋がってく。あのエリュアールの死がおじさんから受け継いだもの。しかし、彼はその研究を独り占めし、私の前から去った。アーマツさえ水の第四形態を使って最悪を起こそうとしている。彼を止めるためには、私はたとえ一人であっても研究を完成させねばならないのです。何ですか、明智さん、やぶから棒に。こっちは忙しいんですよ。川田さん、大事な話です。柿島康平という男をご存知ですか？さて、知りませんな。柿島は大戦中に軍とつながって兵器開発に携わった研究者です。その男が今、東京の地下で危険な実験を行おうとしているらしいのです。何を今さら、戦争は終わったんですよ。では柿島が二重面相とつながっていたとしたら。何？柿島は戦後間もなく表社会から姿を消しました。ちょうど同じ頃、世に現れたのが怪盗二重面相なのです。しかしそれだけでは。さらにです。かつて柿島の研究室にいた男がイギリスのトーランで殺され、その直後二重面相がトーランに現れている。これらは偶然でしょうか？柿島と二重面相の間には何らかの関係、あるいは同一人物の可能性もある。何だと？柿島は危険です。軍と共に大戦を生きた男だ。ことが起きてからでは遅いのです。一刻も早く対応を。私がいけないんです。お嬢様にもう二重面相のことは考えるなと厳しく言ってしまって。大丈夫だ、トメ君。千鶴子君はしっかりした子だ。あの子は自分が何をすべきか分かっている。でもお嬢様は普通の女の子なんです。どんなに数奇な運命をたどっていても、まだ13歳の子供だからこんなにも心配なんです。その通りだ。我々大人がしっかりしなければならないな。よし、我々で千鶴子君を探しに行こうじゃないか。はい。いかがです？どうして私をここに？見ていただきたかった。私と彼が全てを捧げた研究を。
なさい。三方から出た振動波が水に反応を起こさせる。そこから水の第四形態を生み出すのです。美しさなど、こんな光などまだまだ第四形態ではない。振動波が正確な座標で交わっていないんです。原因は自然界の揺らぎ。水を第四の形態に変えるには、その揺らぎを打ち消す正しい座標を入力しなければならない。彼が発見し持ち去った座標を示す3つの数値を、あなたは知っているはずだ。3つの数値、おじさんが歌ってくれたエリュアールの詩に。揺らぎ、やはり彼女の中に彼が、全てが受け継がれている。なぜだ、なぜ私に黙って軍と手を結んだ。君のおかげで私は人殺しだ。なぜだ、なぜ成功しない。何が足りないんだ。どうした。自然界の揺らぎを打ち消せば。君は光を見たのか。美しい光でした。我々の手に余るほどに。私は研究の一切を封印するつもりです。この通りだ。彼の裏切りがなければ、彼が研究を独り占めしなければ、私が光を手にしているはずだった。それを何も知らない少女に託すなど。さあ、彼から受け継いだものを渡してください。まだわからないのですか。彼は私だけでなく、あなたも裏切ろうとしているのです。あなたが心の底から信じた男は、あなたの未来すら奪おうとしているんだ。おじさんはそんな人じゃありません。なぜわかります。あなたは彼の駒でしかない。彼のことは何一つわかっていない。わかります。私がおじさんと過ごした2年の月日がそれを教えてくれる。おじさんは私を絶望から連れ出してくれた。そして新しい家族やかけがえのない時間を。おじさんは私の中に生きていく光を見つけてくれた。いつかおじさんが話してくれた水の4つ目の姿。綺麗でしょうね。美しいものは人の心を豊かにしてくれる。おじさんは笑った。おじさんは研究を決して科学者として進めただけじゃない。見たことのない水の美しい姿が見たかったんです。その心があなたには感じられなかった。あなたとおじさんは違う。あなたにおじさんから受け取ったものは渡せません。
あなたも彼を選ぶのですか。ならば仕方ありません。あなたをずっと見守っていたと言ったでしょう。あなたの大切なものも少しは理解したつもりです。やめて。人体に水分が含まれているのはご存知ですね。彼女で実験を行っても良いのですよ。こうしていると歌が聞こえてくるだろう。草や風や空の音、自然の揺らぎが見事な旋律を奏でている。揺らぎが歌に。ああ、そうさ。セラショトロワンデゾンデュヘザンイルフンデュバンデュシャボンイルフンデュフデベゼイルフォンデゾン。セラショトルワデゾンデヘゼンイルフォンデバンデシャボンイルフォンデフデベゼイルフォンデゾン。それは丘の上で聞いた歌。おじさんが教えてくれた歌です。水が光に変化するのと同じように、エリュアールの詩に込められた3つの変化。ブドウがブドウ酒に、石炭が火に、口づけが人間に。それぞれの単語に当てられた音階の差を座標に置き換えれば。なるほど、3つの数値を歌に隠した。彼の考えそうなことだ。ありがとう千鶴子君、あなたのおかげで研究は成功するでしょう。やめて。待たせてしまったね、チコ。おじさん。決着をつけましょう、教授。Bridget
おじさん